います。2009年の世界選手権ルーマニア代表という選手です。男子90キログラム級の2回戦、小野高志、青の柔道着小野高志、白の柔道着ルーマニアのバーブレスです。まず右で相手の襟を取り、左で相手の袖を取り、まあ、持田さん、はい、初戦はですね、はい、2つ取ったら小野のチャンスですよというお話をいただいた、その瞬間に取った瞬間もう1本でしたね。そうですね、なかなかあの相手選手は小野の、あの内股を警戒して組んできませんので、あの我慢して組んでいって、組んだ瞬間あの技を出すのが効果的になりますね。そうですね、今この組手争いはどうでしょうか。相手はやっぱり嫌がるんでしょうね。もうまともには組んできませんので、もう我慢して前に出て組みに行く、はい、で組んだ瞬間足技がつなぐ、この繰り返しをあのやってほしいですね。青の柔道着に身を包んで29歳小野隆、現在世界ランクは6位。そうですね、これですね、一本伝家の宝刀内股一本、今日の小野やっぱり決めています。少し淡々と狙ってましたね。そうですね、もうワンチャンスを絶対逃しません。このグランドスラムにかけています。世界選手権のよもやの敗退からこのグランドスラムにかけて臨んだその小野、見事2試合連続の内股一本で勝ち上がっています。いやー張り切れています。そうですね、もう一度ご覧いただきましょう。もう相手組んできませんので、もう飛び込み気味、もう組んだ瞬間技を施して空中に持ち上げると、完全に相手が空中で回転しましたね、はい、もう一度別の角度、はい、しっかり持った瞬間に跳ね上げる、もう綺麗ですね。完全に相手が空中で1回転という内股一本です。小野高志、初戦に続き内股一本、伝家の宝刀で勝ち上がりました。